いや、金恋してルシファーです。ちょっともうやめようかと思ったんだけど、もうちょっと数学解くことにした。じゃあこれ。今回やるのは 9バージョンの、6-18 番。XY 平面上に点 P0、P1、P2、点で PN を次のように定める。まず P0 は00と一般に PK、K が0から N-1 まで AP であると、KP プラ、PK プラス1は、A1、A1 プラス B、また A1 プラス B、B1 であり、いずれも、いずれかで、いずれか等間、等確率2分の1とする。折れ線 P0、P1、点で PN と、2番の直線 Y0 と XN が囲む面積、図形の面積を切られて AN として E5 を求めようというもので。6-18、EN と、EN と、AN プラス1の関係を考える。EN を考える。考える。P 値が、P 値が、1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 、
倍分けして、まず、10の時は、11の時は書いておくけど、11の時は、そうね、こういう感じになるから、11、ここが EN で、ここが EN で、ここが11で、11で、N プラス1、ここが N プラス2分の1になるから、2分の1になるから、そうね、EN プラス1というのは、EN プラス1は2分の1の、EN プラス、N プラス、N プラス2分の1プラス2分の1、2分の1EN だから、EN プラス、4分の1、括弧 2N プラス1になるので、ということは、EN 引く2分の1、N プラス1次乗イコール、EN 引く2分の1、N プラス、ごめんなさい、ちょっと待って、4分の1かな、4分の1ですけど、これ4分の1 N 事情よってよって EN-4 分の N 事情は一定値で一定値で E0-4 分の0次乗イコール0となる、なるから、E5イコール、4分の25か。はい、答えです。4分の25だよね。こうだね。はい、出た。4分の25どうかな。いや、最初で倍開けて、俺ね、ちょっと注釈だけど、最初で倍開けて結構使うんですよ、これ実は。最後で倍開けじゃなくて、最初で倍開けってのポイントですよ、これ。これ意外と最初で倍開けって思いつかない人多くて、これ手筋なんです、実は。これ使ってほしい、ぜひとも。6の18番、4分ぐらい解いてたけど、6の18番、C の30分問題、6の18番、4分の25で OK ですね。EN と EN 引く位置の関係で出したら結局こんなことです。4分の25。よし、OK。問題なし。はい、問題なく解けました。よし、OK。じゃあまたね。バイバイ。